松岡真優が主演を務めるお金の切れ目が恋の始まり、毎週火曜夜10時、10時57分、 TBS 系の第2話が9月22日日に放送となる。本作は2019年7月期金曜ドラマ凪のお暇の脚本を手掛けた大島さとみによる完全オリジナルラブコメディ。松岡演じる一円まで清く正しく美しく物や恋に一途で全て計算通りの清し貧女久喜麗子と、欲しいものには一直線でお金を使うことに何の迷いもなく、予定は未定な浪費男猿渡啓太三浦春馬という金銭感覚が両極端な2人が出会い、ひょんなことから麗子の実家に啓太が住み込むことになる、お金修行を通したひと夏の恋物語だ。ドラマ内には製品女子浪費男子をはじめ、自分に投資しすぎ女子ドケチ節約男子など、金の使い方や人としてもほころびだらけの男登場し、価値観の違う相手に傷つき傷つけながら恋愛模様を繰り広げていく。また麗子が15年思い続ける初恋の相手早乙女健役に三浦翔平、麗子と啓太が勤めるおもちゃメーカーモンキーパスで働く啓太の後輩ドケチ節約男子の板垣淳役には北村匠海が出演している。さらに啓太の父でおもちゃメーカーモンキーパスの社長猿渡富彦役に草刈正雄、啓太の母猿渡七子役には木村みどり子、民宿を営む麗子の母久喜幸には南加穂が決定。他星蘭ひとみ、大友花恋、八木勇気、アインシュタイン稲田直樹と、河合譲、中村里穂、ファーストサマーウイカ、池田成志ら個性豊かな面々が登場する。注目の第2話では麗子松岡真優は啓太三浦春馬のほころびを繕うために、仕事でも私生活でもお金の使い手もお金の使い方を徹底的にチェックしていた。しかしあまりにもかけ離れた価値観で2人はなかなか噛み合わない。そんな中麗子は偶然鉢合わせた営業部の淳北村匠海と啓太の話で意気投合。その一方で淳は麗子への好意を確信する。啓太は元カノのマリア星蘭ひとみの婚約相手山賀梶裕貴が社長の富彦草刈正雄にモンキーパスの赤字事業であるワクワクスポーツランドのリニューアルを提案していることを知り、対抗心が芽生える。そしてあるアイディアを思いつき、麗子、淳、早乙女、三浦翔平も巻き込み、6人でテニスコンペを開催することにする。しかしそこで啓太のおせっかいが麗子の怒りを買ってしまい、さらに山賀の裏の顔まで判明してしまうという物語が描かれる。第1話終了後に SNS では麗子も啓太も笑顔が可愛すぎる、見れてよかった、みんなキャラクターが豊かで面白いなど、松岡演じる麗子と三浦春馬演じる啓太のくるくる変わる表情に魅了された声や、ドラマのスタートを喜ぶ声であふれ盛り上がりを見せた。また公式 HP などで見ることができる予告動画では、啓太が恋愛に関してはかなりのポンコツと麗子を評する場面など、麗子を中心に巻き起こる四角関係の新たな展開が描かれており、どうなっちゃうの、麗子には幸せになってほしいなどの声が寄せられている。お金の切れ目が恋の始まり第2話は9月22日日夜10時より TBS 系で放送。毎週本編放送後には動画配信サービスパラビでオリジナルストーリー恋の切れ目がお金の始まりを配信。今作ではとある理由で将来の貯蓄に大きな不安を抱いている恋よりお金な自称節約男子の純が失恋さえもお金にしながら本当は素敵な恋がしたいと願う。本編では描かれない葛藤や恋愛エピソードが描かれている。第1話放送終了後のオリジナルストーリーでは深井さとみ役の桜井日奈子や金巻麗子役の中村ゆりかとデートをするも、ドケチ男子の純がデート中に感じた本音が心の声としてダダ漏れ。純はデートでもついついどうやって節約するかを考えてしまい、そのドケチぶりに惹かれて振られてしまう。そんな純は配信ライブでお金投げ銭が得られることを知り、小銭稼ぎのつもりで振られた思いを歌に吐き出す。今後もオリジナルストーリーと本編がリンクするシーンがたびたび登場し、純が歌を披露するなど本編をより一層楽しめる内容となった。